なんか北極ラーメン色からしてなんかすごくなってんだけど、だんだん辛くなる。鼻かすでね、すでに汗ばんで見えるかな。はい、こんにちは。はい、本日はですね、仕事帰りさとし君を合流してここに来ました。ベベン。はい、前回カップラーメンの方を食べてみて、リアルテンプの方が辛いって言ったんだっけ。これにしよう。カップラーメンの方がマイルドです。え、ちょっと待って、何、どんなの、どんなの。はい、味噌タンメン、これが辛さ3、蒙古タンメンが5。これ何、北極ラーメン、北極立ってんのかな。北極からこれ、いや、これ初めての方はご遠慮くださいって書いてあるよ。やばいんじゃねえか、これは。いや、こっちにもあるよ。冷やし五目味噌タンメンつっても7回辛いんだ。10、これ8、10。なんで冷やしの方が辛いの。あ、どれでしょうかな。さとし君は大丈夫。あ、そっかね。俺はこれにしとこう、せめてこれにしとこう。はい、さとし君にね、ボタンを押されてしまいまして、なんだっけ、五目蒙古タンメンになってしまいました。6で6。はい、すごい。メンバーカード、メンバーズカードひっくり返して、これポイントが貯まるとすごい、5ポイントでステッカー、それからタオル、マグカップ、バスタオル、 T シャツ、ずーっとあるんだね。800円。スカジャン、スカジャン欲しい気がするな、これな。これやっぱ書いてあるよ、北極ラーメン、ラーメンの中で一番辛いラーメンです。これずーっと書いてあるんだけど、これあるね、これだ。なお、ハマると抜けられません。はぁ、ハマるんだ。真っ赤なスープのレッドゾーンを味わってくださいませ。これだね、こっち、はい、すいません、こっちが僕のです。はい、すいません。はい、北極ラーメン来ました。これなんかもうすでに匂いがやばいよ、これ。匂いが、なんだろう、だけどね、なんだろう、美味しそうに匂いする。辛いだけじゃないよ、これ。いや、これ美味しいんじゃないかなっていう錯覚をさせる魔力。多分騙されてる俺。はい、来ました。こっちが五目蒙古ラーメンだっけ。卵、そしてこれ豆腐とか、どっちかというとキムチ状態のなんか、こんな感じ、すごい綺麗。これはそんな辛い匂いはしないけども、色がすごいです。いや、まだ肉、はい、まずスープ、スープはですね、これでこれがね、そんなに赤くないんだけども、色に騙されちゃいけない。この赤いの、これが本物です。うめえ。いや、あ、野菜は、野菜大丈夫。うめえ、うめえ。辛いよ。待って、麺は大丈夫。麺は大丈夫。麺はですね、ちょっと太麺でね、もちもち、これは辛くない。なんかね、旨味を連れてきてくれる、そんな麺です。ちょっと休憩できる感じだね。辛いのはそのこっちが辛い。なんか北極ラーメン色からしてなんかすごくなったんだけど、どうですか。だんだん辛くなる。さとし君のね、さとし君の鼻かすでね、すでに汗ばんで見えるかな。でも食べれる？食べれる。すげえ。うまい。目がパチパチいってるよ。でもすげえよ、本当に食べてる。本物だ。熱くて辛い。
これ豆腐豆腐豆腐美味しい、すごい豆腐美味しい。はい、最初はあんまり気づかなかったけど、このこれこのトロトロ、これがね、めちゃめちゃなんか美味しい。これ何なんだっけ、美味しい。これこれめちゃめちゃ美味しい。ちょっとおう、うまい。こちらね、お酢入れたらね、お酢がちょっとお酢の味も濃いのかな。これ言うとスープがね、いきなりなんかこう夏塩の感じで元気になります。ちょっと待って、何入れた。紅生姜、紅生姜どうなの。さすがにそれ辛くないか。そうでもない。元辛く酸味が増す感じ。うん、あ、なるほどね。あ、そう考えていいのかもしれない。はい、さとし君、完食です。お酢ありがたい。はい、はい、というわけで食べてまいりました、はい、ちょっともう車に乗っちゃって後から撮っておりますがいや、さて大丈夫だった。いや、なんか熱いお腹の中がなんか後から来る、うん、後からめちゃめちゃタロック唇っていうのもめっちゃ俺の方、父ちゃんの方がサチ君全然辛くなかったはずなんですが、もう後からすごい来る。でも俺、美味しかった味がめちゃめちゃうまかったです。いや、恥ずかしい、タロック唇うまかったんだけども、辛い見くるでもね、確かに食べてるうちに好きになるかもしれない。美味しかったです。美味しかったです。美味しかったって言っておく。はい、というわけでどうもありがとうございました。